お願いします。まず三日月蹴りは大将はどうでしたか。はい、大将というか聞いたとかそのいうのはなかったんですけど、やっぱりそういう三日月で前に出てこられたところでやっぱ意識させられて、それでパンチを合わされたっていう感じで、まあ、もう完敗といえば完敗だと思います。自分の思い通りには行くところはほとんどなかったという感じですか。そうですね、まあ、自分から本当は先にもっとプレスかけて潰していきたかったんですけど、やっぱりステップされて左の三日月蹴りの体勢に入るとやっぱちょっとどうしても意識しちゃう部分があったので、そこら辺のやっぱなんだろう、せめぎ合いというかそこら辺でやっぱやられてしまったと思います。こう組んだ時もあったと思うんですけれど、はい、組んだ時もあったと思うんですけれど、はい、そこからテイクダウンってやっぱりちょっと厳しかったですか。そうです、まあ時間があればまた違ったんでしょうけど、やっぱブレイクもドリームは早いので、もっと早い仕掛けをしなければいけなかったんでしょうけど、まあ、菊野さんもそれなりに対策かけてがっちり組んで腰を落としてたので、なかなかテイクダウンにはいけなかったですね。はい、ありがとうございます。試合をやる前と実際やってみて、その菊野選手の印象っていうのは違った部分ってありましたか。そうですね、パンチはそんなに効かせるパンチではないと思ってたんですけど、結局自分はもう綺麗に決められてしまったので、パンチがある選手だなと認めざるを得ないですね。はい、まあ、今もう結果は結果で自分は負けてしまったので、さっきも負けてやっぱり僕はしっかり菊野さんとこ行って挨拶してありがとうございましたと、伝えて、またよろしくお願いしますと、はい、まあ、負けたのでもう負けを認めて素直に、菊野選手を称えたいと思います。ありがとうございました。